ポツンと遠いところにいます。その寺岡は捕まず、ゴール前だ、パンチング。その後二次攻撃できるか北九州、ボールを持ってふわっと上げた、これは決まった、北九州先制。開幕戦に続いて先制ゴール、北九州0対1。ギリギリのところで決めてきました、北九州が先制。後半の12分、この位置からコントロールシュート、非常にこれは技ありのシュートでした。